Shut up!
勝ち越してやるぞ。
ここは相当下げた。掃除も大変なものだ。ライアン君、スライディングでカット。みんな行くぞ。ここで完全にボールを託して勝利の一撃を狙うか。なんとやまれなプレーだ。ここからシュートに持っていく。ギエル君、アウト。これはマガリスナーだ。この狙いすました一撃を放つな。反射神経だ。ここで奪った。見すぎ込んだと。この飛行士のプレーだ。体を反転させかわした。このタックルは不滅に終わります。鋭いスライディング。カイザー君、ボールを狙うナイスプレー。ナイスプレー。あとドリブルを見送る。キューナ君、ジャッジ進行を守った。全てのクローシュートを。このシュートに反応している。取った。ナイスだぞ。体を反転させかわした。豪快にシュート。あっと、これはまさにシュートライダーのシュート。狙いすました一撃を放つ。シュート反応できない。また君の気。よし、ドリブルを見送る。それこそ夢を乗せて。これは最高難な力をくれたドライブシュートだ。これは厳しいか。エスパロス君、これはキャッチできない。こぼれ球をものにした。大きくパス返した方だ。これはうまく打てた。シュートを放った。キューナ君、よし決めたぜ。だがまだ勝負はこれからだ。物ともせず突き進む。翼くん、お箱のヒールリフトだ。さあ、このタックルは勝負の意思を描け。これは最大限の力を込めたドライブシュートだ。まさに俊敏ミラクルキーパーだ。エスパロスくん、渾身のパスを味方に送る。ピエールくん、ボールを奪った。これが2球目だ。美しいターンでいい。何だと。ピエール君、これが美獣のドリブルだ。そう、なんという華麗なプレーだ。一球決める。ここで完全にボールを奪って、勝利の一撃を狙うか。ピエール君、美獣なピュアリングリーダーを奪う。そしてここで必殺の一撃を奪う。